皆さんこんにちは。私は伊藤塾司法書士試験科講師の関信太と申します。よろしくお願いいたします。えー、こちらはですね、司法書士過去問向上委員会2024第11話一般社団法人の登記を学習すると株式会社の登記の復習になるの回答まあいうことになります。はい。 で、えー、そういうわけで今回はですね一般社団法人ですね <laughs> を取り上げようと思うんですけれども、えー、とまあ皆さんご承知の通り一般社団法人についてはですねあのかなりの部分が株式会社と共通になってるんですねで、えー、そういう意味ではまあ一般社団法人について勉強する際には。 株式会社と異なる部分、まあ、あのかなりの部分は共通してるけれども、やっぱり異なるところもあるので、まあ、異なる部分をまあ中心にまあしっかり抑えましょうと、まあ、いうようなことになってるんじゃないかなというふうに思うんですよね。はい、でただ、この株式会社と共通の部分もですね。 まあ意外とまああの有効に使える部分がありましてでそれがま,あまさに今回のまあタイトルですねもう一回出しましょうか、は。い 一般社団法人の登記を学習すると株式会社の登記の復習になりますよとまあそういうことになるわけなんですねまあ,あの共通だからこそああそういえば株式会社こうだったなっていうことをこの一般社団法人の勉強を通じて株式会社の確認をするとまあいうことにぜひ使ってほしいなというふうに思ってるんですね。でちなみに えと一般財団法人の方なんですけれども、えー、とせっかくなんで次回一般財団法人の方も取り扱おうかなと思ってるんですが一般財団法人の方がまが、あ、一般社団法人と比べると、まあ、株式会社と違う点多いですよね、まあ、なので、えー、一般財団法人は一般財団法人で、まあ、ちょっとね、えー、注意しなければならないところはあるんですがまずは今回、まあ、株式会社と共通するところの多い一般社団法人の方からですね ちょっと確認してみたいと思いますっていうか、まあ、それを通じて株式会社の知識を確認しましょうと、まあ、いう話だと思っていただければと思います,、はいでですね、まずは、えー、とちょっとゲスト向上確保に入る前に前提の知識の確認をしておきたいと思うんですねで一般社団法人の基幹設計がどのようになっていたかと、まあ、いうようなことなんですけれどもはい、で 一般社団法人の機関設計については、まあ基本的に株式会社と同じように考えればいいですよと。まあ同じようにと言ってもですね、えー、それぞれの機関の名称が違ったりしますので、まあ、その対応関係をですね、えー、しっかりと確認しておきたいと思います。で、一般社団法人と株式会社ですね。で、まず一般社団法人の機関として、 まあ、社員総会というのがあるわけですけれどもこれはまあ株式会社における株主総会に対応するものですよねでそれから一般社団法人には理事っていう人がいるわけなんですけれどもこれは株式会社における取締役に対応するものということになりますでそしてこの社員総会と理事がはい これが必須の機関で、まあ、株式会社においても株主総会と取締役必須の機関ですよねで必須の機関ということは登記、えー、との関係でいうと設置会社の何々設置会社の旨の登記はいらないなということにもなりますよねでここのところも含めて、まあ、株式会社と共通だなとでさらに一般社団法人においては理事会というものがあるわけですけれども これは株式会社における取締役会に対応するものですよね。で、それから一般社団法人では幹事という人がいるわけですけれども、これは株式会社における監査役に対応するものですよね。で、あと、えっ、ー、と、機関としてはですね、 会計監査人というのがありまして、も、ま、う、あ、これはもう名称自体株式会社と同じとまあいうことになりますね。で、これらですね、理事会幹事会計監査人は、こちらは任意の機関ということになってまして、 で、それぞれをもし設置するという場合には、まあ、登記との関係で言うと、まあ、設置会社の旨、まあ、理事会設置会社の旨とか、幹事設置会社の旨とか、えぇ、ー、会計重ね設置会社の旨の登記が必要だなと、と、まあ、いうことになります。で、この話も全く株式会社と共通だな、ということですよね。で、さらに、はい、えー、機関設計のルールもですね、えー、共通するところが多くて、 はい。えー、例えば、理事会設置法人。まあ、これは取締役会設置会社に対応するものですけれども、この理事会設置法人とか、あと、えっ、ー、と、会計監査人設置法人。まあ、一応言っとくと、会計監査人設置会社に対応するんですけども、なんかは、はい。 幹事の設置義務があるんですよねで、まあ、取締役会設置会社とか会計監査人設置会社は監査役の設置義務があるのと全く同じですよね、でそれから、はい、負債総額が200億円以上の大規模法人ですね。 えこの負債総額200億円ということでお分かりかと思いますが、これはあの株式会社における大会社に対応する概念ですね、これが大規模法人なんですけれども、ちなみに、一般法人には資本金というケー数ありませんので、したがって、資本金を基準としたえ株式会社だったら、資本金5億円以上が大会社とかありますけれども、そっちの方の基準はないということですね。あくまで えと負債総額200億円以上という場合だけなんですけれどもこの大規模法人についてはですね、まあ、株式会社を思い出していただくと分かると思うんですけれども会計監査人の設置義務があるわけですよね、あの株式会社では大会社について会計監査人の設置義務があるっていうのと全く同じで。 まあ非常にあ株式会社と共通してるなと、まあ、いうことがお分かりいただけるんじゃないかと思いますでああそうだったなっていうことを一応、えー、頭に思い浮かべていただいた上で早速ですねゲスト向上各問いきたいと思うんですが、はいえー、と今回3問取り扱うんですけれどもまず1問目は商業登記法の平成31年第35問の足の「あ」えー、読みますと 設立しようとする一般社団法人の定款に、主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、えー、一応言っときますと、主たる事務所は本店に対応する概念ですよね。はい。で、えー、主たる事務所の所在場所の定めがない場合は、当該一般社団法人の設立の登記の申請書には、主たる事務所の所在場所について、設立時理事の 過半数の一致があったことを称する書面を添付しなければならないということなんですね。で、設立時理事っていうのは、これは設立時取締役に対応する概念ですよね。ええー、果たして株式会社の場合、本店の所在場所が定款で定められてないとき、えー、と、誰が本店の所在場所を決めてたっけなってことですよね。それを思い出してくださいということになります。で、 まあ株式会社に置き換えて考えますよと、で株式会社の場合ですね、えー、設立中の会社の機関は、そもそも誰だったかってことですよねで、設立中の会社の機関はあくまで発起人でしたよね、で発起人が本店の所在場所も決めてましたよね、まあ、発起人の過半数の一致で決めてますよね。はい でまあ、先に言っておきますと、えー、一般社団法人には発起人っていう人はいないんですね、でそうするとじゃあ一般社団法人の場合は誰なのかなっていうことはこの後ちょっとじっくり考えてみたいと思うんですけれども先,に、まあ、先ほどの問題文には設立時理事の方が出てきましたからそれに対応する、えー、と設立時取締役 いう人がまあ、株式会社だったらいるわけですよね。で、この設立時取締役っていうのは何する人だったかと。まあ、いうことも確認しておきたいんですけれども、この設立時取締役っていうのはですね。あくまで。 成立後の会社の機関となるべき地位なわけですね。まあ、設立中の会社の機関は発起人ですからあくまで設立時取締役は成立後の会社の機関だと、まあ、そうですよね名前が設立時の取締役ですよとなってるんで、はい、設立したらあその人は取締役だと、まあ、そういう意味ですからねでそうするとじゃあ設立時取締役設立中の会社、まあ、会社成立前において まあ何をするのかっていうと、まあ、成立後の会社の期間になるわけですから、えー、会社が成立したとたんにはい、よろしくお願いねと、えー、急に言われても、えー、円滑に職務を行うことができませんから、まあ、円滑に職務を執行するのに必要な最低限の事柄だけを設立中の会社においては、まあ、会社成立前においては行いますよということなんですよね。で具体的には何をするんだったかっていうと 1一つは設立手続きの調査ですね。これ、後ほどまた出てくるんですけども、設立手続きの調査と、もう1つ、設立時代表取締役の選定および会食と、まあ、いうことになります。で、それだけなんですよね。いいですかね。設立時取締役が会社成立前に行うことは、この2つだけですよと、まあ、いうことになります。でもう一度戻りまして えとそうすると設立中の会社の機関は発起人で、まあ、発起人が本店,本店の所在場所も決めるんですよということなんだけれどもじゃあ発起人はどういう地位に基づいてこの設立中の会社の職務を執行するのか、まあ、それを考えることによって一般社団法人においてはじゃあ誰が えー、設立中の法人の機関なのかなと、まあ、いうことにつながってくるわけですよね。で発起人ははい まあ原子株主ですね。まあ原子株主っていうか、まああの、一般社団法人とのつながりで言うと、まあ設立時株主って言った方が、まあ答えが出やすいかなと、まあいうふうに思うんですけれども、まああれですよね、あの株式会社の場合は募集設立があるので、えっ、ー、と一応原子株主である発起人と、えっ、ー、とまあそれ以外の株主も含めた設立時株主の概念を分けてるんですけど、 はい、まあ、あれですよね、えーと、設立時株主っていうでまで、まあ、イメージしていただいた方がいいかなというふうに思うんですけれども、はいまあ、すなわち、み、え、ず、ー、らが株主であるという地位に基づいて、職務を行うんですね、まあ、だから設立中の会社、まあ、一番最初の時点では、所有と経営が一致してるんですよね。 所有者だから経営するるという関係になってるんですねでだからあの原子株主であれば法人であっても発起人になるっていうのはそういうことですからね。はい、でそうするとまあ分かったかなと思うんですけど先ほどの問題ですねこちらはい。えーっと 主たる事務所の所在場所を決めるのが設立時理事なのかというとそうではないなと株式会社において設立時取締役ではなくて発起人が決めていたで発起人っていうのは設立時株主の地位に基づいてるんですよと,ということは はい。えー、一般社団法人の場合、それに対応するのは、誰かっていうと、あ、まあ、答え先に出すと、誤りってことですけども、誰かっていうと、はい、それは設立時、社員ですよ、と、まあ、いうことになりますね。はい。まあ、なので、 はい。えっと、設立時、社員の過半数の一致があったことを証する書面を添付することになるというのが答えということですよね。まあ、これ、株式会社の知識を当てはめれば、容易に答えが出せる話だということになります。え全くわかんないと思った方は、えちゃんと株式会社の場合ですね、をイメージするようにしてくださいね。まあ、そういうことになりますね。株式会社をイメージしていただければ、ちゃんと答えが出ますので、ということになります。 はい、でそれから続きまして今度は本日のゲスト工場過去問2に行きたいと思うんですけれどもこちらになります、えー、商業登記法令和4年第35問の足の「う」読みますと幹事設置一般社団法人の設立の登記の申請書には設立時理事および設立時幹事が一般社団法人の設立の手続きが 法令または定款に違反していないことを調査したことを証する書面を添付しなければならないという足でえそんな話知らないよって思わないでくださいねってことですよね。まあちょっと表現があの伝わりにくいかもしれないですけれどもまあ設立時理事は設立時取締役に対応し設立時幹事は設立時監査役に対応するので。 まああれですよね、株式会社でいうところの、設立時取締役等の調査報告書が添付書面になるのかっていうことを聞いていると。まあそういうことになりますよね。いいですかね。そこにつながるように、つなげられるようにしてくださいねと。まあそういうことになります。で、 えっといいですかね、で、設立時取締役、そして、まあ、あ関西役、設立時関西役設置している会社では、設立時関西役が、はい、えー 設立手続きの調査と、まあ、いうことをしなければならないんですよね、であの皆さん、株式会社の知識としてもしっかり押さえておいていただきたいんですが、この設立時取締役および設立時監査役による設立手続きの調査は、実態上はです、ね、これ必ず必要なんですね。はい で実態上は必ず必要なので、まあ、以前、もうだいぶ遠い昔になりますけれども、えー、とこの設立時取締役等の調査報告書が必ず添付書類になってた時代もあったぐらいで、はい、あの実態上はあの必ず行わなければならないということなんですよね。ところが はいえー、だいぶ前に、えー、手続きが変わりまして、ですね、えー、じゃあ、必ずこの調査報告書ですね、これが設立登記の際の添付書面になるかというと、そうではないと、まああれですよね、あのこの後のお話を聞けばわかると思うんですけれども、まあ、あの重なってる。 事柄を証明しているものが多いんですよしたがってほ、まあ、他の書面等で明らかなことについては二重に証明する必要はないじゃないかと、まあ、いう考え方で,、はい、でそうするとですね、まあ、あのそうは言っても添付しなければならない場合が一応ありましてこれ、しっかり押さえておいていただきたいところですけれどもこちらですね、えー、設立時取締役等の調査報告書が添付書面となるのは 定款に変態設立事項の定めがあり、かつ、検査役が選任されない場合ですね。<laughs> はい。まあだから、定款に変態設立事項の定めがあれば、そもそも調査報告書の添付いらないし、仮に変態設立事項の定めがあっても、検査役が選任されてたら、やっぱりこの調査報告書を添付しなくていいんですね。まあだから、えっ、ー、と、すごい限られてますよね。あの、 昇格免除とかに該当する場合ですね、えー、そういう,う、すごい限られた場合だけ、設立時取締役等の調査報告書の添付が必要と、まあ、いうことなんですね。で、えー、とじゃあ、実際にどういうことなのかっていうことなんですが、この設立時取締役等の調査ですね、何を調査するかっていうと、えー、もう全部出しちゃいますけど、こちら、4つの事柄ですね。で えと上の2つはまあ分かりやすいと思うんですけど、現,現物出資と財産引き受けですけれども、が、少額免除とかですね市場価格のある有価証券の場合は、定款で定めた価格の相当性を調査しますよ、それからえと弁護士等の証明がある場合ですね。この証明が 本当にそれで大丈夫なのかっていう証明の相当性について調査しますよと、で、えー、この1と2、どちらもまあ検査薬が選任されない場合。 まあとはローマ数字の3の出資の履行が完了していることそしてローマ数字の4の設立手続きが法令または定款に違反しないこと、まあ、先ほどの、ねえー、ゲスト向上閣問二にも出てきたかと思うんですけれども、えー、これらを調査するとでそうするとですねはい。 ええと、まずは、えっと、変態設立事項の定めがあって、かつ、検査役が選任されている場合ですね。これは、えっと、検査役の調査報告書を添付するので、重ねて設立時取締役等の調査報告書は添付しなくていいんじゃないのと、まあ、そういう考えなんですよね。で、それから、 と変態設立事項の定めがない場合ですね、えー、すなわち、まあ、あの金銭出資のみだと、まあ、いうような場合は、ですねこの出資の履行の完了ですね、先ほどのローマ数字の3だったんですけれども、出資の履行の完了については、別途、払い込みを称する書面を添付しますよね。<laughs> で、あのー、登記手続きとの関係では、より直接的に、 ちゃんと払い込みがされてるってことを証明しなければならなくてでそれをわざわざ、えー、設立時取締役が調査したところ払い込みがされてたようですっていうのを、えー、と重ねて証明させても意味がないよねとい、まあ、うのはまあその通りかなというふうに思いますでそして、はい、最後もう一つ、えー、設立手続きが法令または定款に違反しないことなんですけれども これについてはですね、まあ、そもそも、設立登記を申請するのは、設立時代表取締役なんですけれども、設立時代表取締役はですね、必ず、これ、自ら、あの、設立手続きの調査してるはずなんですね。設立時取締役及び設立時感染役は、全員が調査手続きに関与しなければならないと、まあ、されてますので、 そうすると、自ら調査に関与した設立時代表取締役が設立登記を申請してるっていうことは、それはえ法律または定款に違反しないと判断したっていうことの表れなんじゃないんですかと、すなわちえ当該登記申請行為自体からこのことについては、証明というか担保ができ ちゃゃってるんじゃないいかとと、まあ、うこななんですよねでなので、はいえーまあ、先ほどです、ねえー、説明しました、えー、ごくごく例外的な場合についてのみ設立時取締役等の調査報告書の添付は必要で、まあ、それ以外の場合は添付しなくてよいと、まあ、いうこととされてるんですよね。で、この点一般社団法人ではどうかっていうとね、はい そもそも一般社団法人では出資の履行っていうこと自体がないですよね。あの一般社団法人っていうのはその名の通り純粋に人の集まりということになりますので株式会社のような出資っていうこと自体がそもそもないわけなんですよね。で、そうすると出資の履行に関連する先ほどのローマ数字の1からローマ数字の3までの調査はもちろん不要ということなんですよね。 で唯一残ったローマ数字の4ですね、まあ、唯一株式会社と共通する、えー、設立手続きは法令または定款に違反してないこと、まあ、先ほどのゲスト工場過去問にもありました通りなんですけれども、これについては、えー、調査はするんだけれども、でも、調査はするけど、別途証明はしなくていいよねっていうのは、まあ、株式会社と共通の事柄と、まあ、いうことになります。 はい、で、そうするとです、ねはい、先ほどの問題なんですけれども、えーとまあ、実態上はもちろん設立手続きが法令または定款に違反してないことを設立時理事および設立時幹事が、えー、調査はするんだけれどもでも、その調査に関与したであろう設立時代表理事が、ねえー、設立登記は申請するのでしたがって 別途です、ねえー、調査したことを証する書面は添付しなくていいですよと、まあ、正、えー、語で言うと誤りと、まあそういうことになるわけなんですよね。はい。で、最後、もう一つ、まあおまけみたいな感じなんですけれども、はい、本日のゲスト向上各問、丸三というのがありまして、えー、と商業登記法平成28年第35問の足のうですね、読みますと、一般社団法人が、 対,借対象表の内容である情報につき不特定多数のものが提供を受けるために必要な事項を登記する場合にはその申請書には当該事項について決議した社員総会の議事録を添付しなければならないという話なんですけれどもいやー一般社団法人に対,借対象表のなんとかかんとかっていうようなのがあるのかなというふうにまあ あの迷う人いるかもしれないですけどまあそういう制度自体がないっていう答えは多分ないと思うんですよねわざわざこのえと添付書面について聞いてるわけですからねでそうするとまあそういう登記があったとして添付書面として社員総会議事録とか必要なのかなってことを考えていただければいいということになりますでそうするとこれも株式会社に同様の制度がありますよねってことですね はい、で、貸、えー、借対照表の電磁的開示のための URL の設定ということになります。で、これ、はいまあ、株式会社の論点としても重要かと思いますので、しっかり思い出しておいていただきたいんですけれども、えー、と誰が URL 決めるかっていうと、これ、通常の業務の一部として行っちゃっていいんですね。だ,だから、えーと、適宜の業務執行者、まあ、具体的には代表取締役等ということなんですけれども、これが、 単独で決定することができる、まあ、そういううことになります、はい、でそうだとすると、まあ、実態上代表取締役が単独で決定できるということになるとじゃあその旨の登記を申請するときに何か添付書面必要かっていうとこれあの。 自らが決定した内容を代表取締役等がまあ申請するってことになりますからね。で、そうすると、まあ言ってみれば、その、このように URL を決めましたって言って、当を申請してるっていうのと同じですよね。まあだから、それとは別に、別途決定しましたっていうようなね、ことを称する書面、これはいらないでしょうと、まあいうことなんですよね。あの、一つ前の自らが、 えー、で法律や定款に違反しないというのを確認して申請してるんだからと、まあ、いうのと、まあ、ちょっと共通するかなと思うんですけれども、まず、あ、らが、まあ、ポイントはここは単独で決定できるってところだとは思いますけれども、内容である以上、別途決定したことを称する書面の添付は不要ですよと、まあ、そういう結論になりますよね。でそうすると、はい こちらですね、一般社団法人の場合もですね、はい、あの、先ほど言った通り、 そもそもそういう制度があるのか自体は分からないちょっと迷うところあるかもしれないけどこの問題はあること前提で添付書面だけ聞いてますからねでそうするとあるんだったらまあ扱いは同じだよなとなんか一般社団法人だからなんか特別な扱いってことはないよなとだとすると普通に株式会社の知識を当てはめていただいてえとまあ答えは誤りなんですけれどもはいと 株式会社だったら代表取締役が決定でき、まあ、自らが決定しているんだから決定を召する書面が不要ということだったわけですので一般社団法人においてもやっぱり、ね、代表理事が単独で決定することができてでそれについて決定を召する書面はいらないですよと添付書面とならないですよと、まあ、そういう結論になりますね。はい ということで、まあ、ぜひです、ね、せっかく、ね、一般社団法人の問題を、えー、検討するにあたっては株式会社だったらどうだったかなと、まあ、いうことを、まあ、思い出していただくと、まあ、とても株式会社についての、えーまあ、知識について深められていいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで,です、ね、今回は以上になります。また次回もです、ね、楽しみにしておいていただければと思います。